皆さんこんにちは。二千十八年十一月三十日金曜日、那覇町ファンクラブの時間です。今日もオレンジ色大好きなオレンジ版です。今日は第七十八回の放送をお届けいたします。えー、前回ゾロ目の七十七回よりもちょっとさらにハッピーな気持ち、那覇市の FM 那覇七十八回目の放送です。はい、えー、本日十一月三十日は一一三ゼロの語呂合わせでいろいろありました。いいみりんの日。 本みりんの日とかいいミラーの日で、えー、鏡の日などありますがオレンジ版が注目したのは歴史から、えー、今日のゲストこの話知ってるかどうかあれですけれども1872年のこの日初のサッカー公式国際試合がありましたイングランド対スコットランドのサッカー公式国際試合、えー、今から150年ほど前ちなみに日本では明治4年です 明治12年より前なので沖縄県はまだなかった頃なんですけどもスコットランドのグラスゴーで行われたこの試合ちなみにスコアは0対0のスコアレスドローでしたサッカーのルールなどを作っていたザ・フットボール・アソシエーション、えー、世界最古のサッカー協会設立はなんと1863年それって江戸,江戸時代だぞっていう話はまた別の機会に さて那覇町ファンクラブの放送は毎週金曜日那覇の商店街から FM ラジオ 78.0MHz でお送りいたしております翌週には YouTube で日本全国世界各地の皆様にいつでもご覧いただけるようになりますので「那覇町ファンクラブ」で検索して過去の番組アーカイブも合わせてご一緒にお楽しみください今日も商店街の面白い情報を探しに出かけましょうそれでは始まり始まり はい、アルゼンチン生まれのマチャチャ、アメリアとお届けしていきます。オラ、アメリア、コマエスタ。オーラ、コマエスタ。皆さん、こんにちは、アメリアです。昨日、久しぶりに外でアメリアさんのスペイン語聞いたんですけど。ね、みんなびっくりしましたね。あの、事情 <laughs> とある会の司会をしてたんですよね。<laughs> そうです。で、その会が私横で見てたんですけど。あんまり人聞いてなくて。<ひ>アメリアさん司会、どう、どうなんのかなって言った途端。 アメニアがスペイン語でペラペラって喋ったらみんな静かに注目します。静かに。うん、すごい。そうですね。引き出し持ってますね。すねはい。いやでもえっと何語でもいい。うん、聞き慣れている言葉じゃない限り人間は必ず耳を傾けるだろうと勝手に思っているんです。えー、す本当はそうかどうかわかりませんけれども、ね。何度も経験してるんです、ね。そうです。はい。ね、必殺技を持ってウラヤマそれでは終わりましたよ。その後紙紙でした、ね。<laughs> 那覇町宝箱。那覇町宝箱では商店街で活躍しているお店の皆さんをゲストにお招きしていきます魅力的な品ぞろえ専門店ならではの豆知識個性あふれるお店の方々店主の方々のお話を聞いてまいりますそれではアルゼンチン生まれのマチャコンアメリアよろしくお願いします、はい、今日はですね、はい、本当にこの方と長いお付き合いなんですけどいいす長いんです、はい、けれどもちょっと,店とかこわもてですねでも優しいですよ優しい人なんですねえっと こういう話はあまり聞いたことなかったんです。なのでいい機会だったんです。本日のゲストはフットボールカフェカンプノアの池間弘明さんです。おらひろ。やら。ひろさんこんにちは。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。久しぶりですね。だってひろと初めてやったのはサルサバだったのでスペイン語だったんですよ。ね。そうそうそう。働いてましたね。働いてましたね。働いてまして。 なのにサルサもスペイン語も覚えなかったという料理作ってたんですだから私もね今のお店フットボールカフェなんですけれども私はサッカーはあんまりわからないしまかない食べに行ってたんですよねじゃあその前におめでとうございますあ本当おめでとうございますはいここからです何がおめでたいんでしたっけ J2、J3 優勝、J2 昇格を決めました。おめでとうございます。最近メディアで出っ張り、出っぱりです。すごいですね。おかげさまで、もう長い分長い分だけ。長い分だけって言ってるんですけれども、まずえっとこのお店出したきっかけは、えっとまあね昔昔。 あのオレンジのチームがありましてやっぱりそれから応援し始めてでそれから FC 琉球に移行するんですけども沖縄にそもそもなんかサッカーを見るっていう文化がなかったんですねあまりあのどっちかっていうとサッカーってプレーヤーのもの、うんはい、サッカー選手サッカー関係者ばっかりで,で応援行ってあいないな誰もいないなって言って応援し始めたのが最初で。 で当然見る環境も何もなくてうんでも多分俺みたいにサッカー好きなやついっぱいいるんだろうなと思って、うん、スタジアムないじゃないですかはい。サッカーのスタジアムもないだったら俺がスタジアム作るって言ってできたのが<ー>カンプノーカンプノー,ー,ー,ーってどういう意味なんですか,そうかカンプノーってねあの僕の好きなすあのヨーロッパのスペインのサッカーチームで、はい、FC バルセロナっていうはい。の ホームムスタジアムの名前です10万人近く入るんですけども、はいまあ、バルセロナって、まあ、すごいスペイン自体が独特でスペインですけども文化も芸術も <laughs>、はい、言葉も違うなんか沖縄っぽいなと思ってああで,できればじゃあ沖縄もそういうふうなフットボールチームがいつか出来上がればいいなと思ってスタジアムを作ったんですよ。 今<え>壁から椅子出てませんでしたっけ<え>お店になんか椅子あそうあのねああの椅子は何なんですか <laughs> 本当に店オープンして一年目にスペインの日本人の方がいろいろその輸入とかやっててでなんか沖縄にカンプのってあるけどなんだろうと思って調べたらしくてで連絡が来て あのカンプのスタジアムのが修復出て椅子が捨てられてあるますけど本物本物本物使ってたやつ本当捨てられてたやつをいりますかっていうのがあってもちろんいりますって言って送ってきてくるのわおかっこすごいねそれは外に出されてる外じゃなく お店の中で飾ったりだって誰も知らないですけど、これなんだろうって気づくやつが。ね、だってわからない方はそれただの椅子に過ぎないじゃん。え、そういうのがあったんですか。すごいですね。知らなかったでしょ。いや、そう知らなかったんです。知らないこと。そうですね。うん。だってえっと料理上手だもん。え、そうだったんですか。だからサッカーでこうやってたらいろんな人とつながってて。 いろんな人が来て、はい、そうだって15年前なのでそんなにサッカーは知られて知られてはいたんですけれどもそういう習慣っていうか外で見るとかはなかったので大変じゃなかかったんですか、うん、だから最初は本当になかなか知らない人ばっかりでうちってよく外国人からマジかって言われるんですけど。はいうん あの試合開始が4時だろうが5時だろうがその時間をやるんですね、はい、朝の4時だろうが5時だろううん、はんはん時差のあれ、はい、でも彼らとしてみればライブで見たいわけですよはんはんでうちの店をあここの店は本物っていうか<お>ちゃんとしてるちゃ,んちゃんとした、ね、フットボールバーだって言ってくれたのは外国人。うん録画でなんか お店の時間に合わせるんじゃ,じゃなくて試合の時間にお店が合わせる、えー、かっこいいなこれ、うん、それはかっこいいだってねえっとこんなにヨーロッパとの時差があるもんだからみんな私たち寝てる時よくもこんな時間から営業開始とかってね Facebook <laughs> で見るとすごいこの人と思うんですそうそう、えー、でもやっぱりあのー、少しずつやっぱり時代が変わってきてる、うん、部分は感じ、うん、やっぱインターネットとかそこら辺であのー。 やっぱりちょっと変わってきてるなっていうところは感じるんですけど、はい、でもそれでもやっぱりなあの家で見,見ると、うん、うるさいって言われるから逃げてきてるう, <laughs> そう,そう思い存分は <laughs> 応援できないし <laughs> <ー>やっぱりね家族は寝てる横でわいわいされたら多分嫌でしょうね<ー>でもそういう試合は仲間と一緒に<ー>その喜びあるいは悔しさ、うん、えと湧き合えるのは一番いいじゃないですか。これでも日本戦だと ほぼ日本人が来るような気がするんですけど他のこの深夜にやってるのだったら外国対外国とかだったら、えっとまあえっと、ユーロっていう大会があるんですけどこれヨーロッパの、まあ、ワールドカップのヨーロッパ版みたいな感じなんですけど、はい、その時は確実に来ますよ。ね来来ますよ、ね、来ます来ますそれは、うん、ドイイツ対イタリアとかああああ すごいことになるんですよねすごいなんか最席半分に分かるんですか昔はちょっとわざと分けてやってるんですけど最近はまあ昔を北順に入れててまあ最初は仲いいんですよだんだん分かります分かります最初はねニコニコしてんですけどだん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 ね なんか喜び組と悲しみ組が分かれてくるので、はい、そうなんですよ私もね、広のところではワールドカップ、はい、アルゼンチン戦は見に行ったりして、ね、でもね、ねいつもつらい,い,、ね、い思いして帰るね、<laughs> そう、つらい思いして帰るね、そうだから、本当に今回のワールドカップの時コロンビア戦あったじゃないですか、コロンビアの方が何人か来てて、すごかったですよ、うん、最後、日本勝ったじゃないですか、うん、最後、号泣してて。うんあ そこら辺がちょっと日本人とちょっと違う感情に違いますねやっぱり。そうなんですよ。はい。じゃあここで一曲入れてまた後半聞きたいと思います。はい、曲が入ります。お願いします。 では引き続きフットボールカフェカンプのの池間博さんの話を伺ってまいります。はい、はい。そういえばえっと<い>このお店どこにあるかまだ紹介していなかったんですよね。はい、おめでとう、はい、おめでとうってはい。どこにあります？えっとパラダイス通り。うん。パラダイス通りはい。えっとジャルステイホテルの裏側のコインパーキングの目の前にあります。はいうん パラダイス通り自体は沖江通りの真ん中辺の信号から、まあ繋いでで通りの方に国際通りの方に繋ぐ道の、そうですね。うん、で真ん中辺、はい。で、えー、国際通りから歩いてくるんであれば、もうジャルシーの横のから横の道は入ってくればすぐとなりですね、はいえー。営業時間とか休みはあります？えっと営業時間はまああのー、6時から。 はい、に知ってるんですけど、うん、まあ私もちょっといろいろバタバタバタとしていて、まあ六時六時を基準に、はい、に試合があれば朝までとか、はいえー、県内とかで試合があったらある時はそれは終わってから、から片付け次第とかですね。そうですね。うんうん、スタジアムから戻ってきて営業開始、はいうん、でまあアウェーの遠征で留守にすることも、はい。 たまにありますんで。たまですかこれ？たまに？結構あるじゃないですか。たまに。来年はまた再来年増えるんですよ。だからね、皆さん来てください。じゃあやっぱりえっと訪れる前にえっと電話、うん電話していただけた方がいいんですよ。そうです私はたまに行って、なんか遠征で遠いそうとか電話すればよかったとか、まあ近いからいいんですけれどね。はい。でえっとどんなメニューがあるんですか。えっとね。 まあ一応、ねうん、カフェなんで軽い食事っぽいのはあるんですけど、うん、やっぱりあのさっきも言ったんですけども、はい、その南米のサルサの店で働いてた時に伝授していただいたうちのタコスはうまいですよ。いで,、うん、でたまになんかね差し入れがあるとちょっと変わったメニュー出たりするんですよね。メニューは載せてないんですけども、はいなんか ご飯食べたいって言えばじゃあ何か作りましょうかみたいなおうちご飯って言ってるけどほんとにおうちでそうですカンプ飯えっとほとんど深夜食事の状態ですねがっつり系で系でおいしいですそれを食べに行ったりとかカフェだけどコーヒーっぽいものじゃなくてお酒もありますもちろんお酒あって逆なんですよカフェってつけたのって私が沖縄 戻ってきて、はい、で夜中にコーヒー飲める店ってないじゃないですか。ないんです。はい。だから、ね、まあ、コーヒー夜中に飲めるよっていう意味も込めてカフェにしたんですね。うん,うん。本当になんかね今みんな 夜も仕事してたり、戻りを飲んだかりでも、ちょっとコーヒー飲んで帰りたいとか思ってもないじゃないですか。ないんですね。なので。逆に、夜だからといって、お酒絶対頼まなきゃならないわけじゃなくて、コーヒーでも。いい逆なんですよ。コーヒーいっぱい飲んで、っていうことができるような店にしたかったんですよ。はい。あむさん、女一人か、女性一人でも行くんですよね。もちろん。そういう人もいます。全然、全然。楽しいですし、えっと、あと。 猫好き人だったらいいんですよ。えっとね、可愛いのいます。うちに保護猫が今2匹いまして、うん、で、まあ、台風の日に保護した猫と、はい、もう子猫だったんですけど、今はなんかでかくなりすぎましてかなり。子猫だった時期があるんですか子猫 <laughs> <laughs> 妙にでかい猫だなと思ったんですけど。子 <laughs> 猫だったんですよ。で、ねやっぱりもう一匹はちょっと固めが見えないとかあ<ー>そういう感じでなるほど。 まあ里親来ねえなと思ったら、もうしょうがないから、買うかみたいな感じ。でそうなんよ。ね、こう、えっと、ちょっとね、怖そうな。外見は怖いんですけれど、とても優しいんです。優しいんです。それ。自称優しい。自称優しいです。で、えっと、やっぱり。やりたいことたくさんあり。あるんですよね。聞いたところ。まあ。 サッカーの応援もそうしもう続けたいし、まあいろ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 でえー、っと FC リオッキオのサポーターっていう、うん、まあね団長かなそうそう応援団長みたいな、はい、えっと役割になってるんですけれども、うん、それをなどうやって集めてるんですか？うん、一応まああのー、スタジアムで応援しててでまあそれをまあ若い子たちが SNS で発信していろいろやって。うんうん なんかコミュニティをそういう SNS の場所で作っていろいろ頑張ってるんですけど、やっぱり基本的にはスタジアムで一緒に応援しましょうっていう、うん。じゃあ応援するんだったら楽しくやりたいねっていうのもあるし、じゃあ勝つためにやなどうしたら応援がいいかとか、うんうん。まあ別になんか登録するとかそういうのはない。ただ試合のある日はスタジオに行ってみんな一緒に。うん、そう一緒に応援しましょうみたいな。はい、これ。 何色って言えばいいんですかあの色はあれねベンガラ色ってベンガラーズでしたっけベンガラーズは違う話もうベンガラーズがあってでそれからまた今グラナスっていう名前になってるんですけど要はねワインカラーなんですけども琉球血色って言って琉球レッド。 琉球レッド縁が柄色なるほどね応援行くときはそれっぽい色そうです赤でもいいんですよ赤でもいいんですよなかなかね、あの朱色の服なんて持ってないと思うしそうそう難しいそうそう応援してくれればいいしまあなんかあれば T シャツ買ってもいいしユニフォームもあるしユニフォームはお店で買えるんですうんスタジアムで今スタジアムで買ってこれチームが売ってるやつでねそうですそうです公式のユニフォームそうですはいはい。でまあそういうふうなもので まあね、チームを応援しているのを表現してくれたらいいなと例えば結構ね、えっと、フェイスブック見たりするんですけれども、はい、ああみんな登録してそのファンになって何か、うん、えっとタレ作ったりタレマーク作ったりとかやったりしてるのでどういうふうに呼びかけてるのかな手にって。

ファンが増えたらいいですねやっぱり J2 になってくるとあのみんなも聞いたことがあるようなチームが来ますからねそうですよね今度は柏が来ますよおおそっか応援しなくちゃねでも一緒に応援したいっていう人はカンプのまず行って話聞いてもいいんですよね全然全然いいしスタジアムに行って声かけてもらっても全然構わないしこれ素人さんどう。 席はどんなとこ取ればいいんですか、一番安いところでいいです、僕たちがやってるのはバックスタンドの方のメインの反対側でやってるんで、そこの方を目指してきてくれて、近くに寄ってくれてもいいし、ゴール裏とかじゃバックスタンド側なんいいです、なのでぜひ一緒に来て、最初は後ろの方からでもいいし、いきなり前に来てもいいし、これ、J2 って、曜日決まってるんですか、この開催は。 そうですね土曜日になるのかな、今度からスタジアムもきれいになって今、内帯設備もありますしスタジアムは小座沖縄市で沖縄市、合わせの合わでのなっているのでぜひ今、タピックスタジアムってなってますけどもそこでやりますんで県外から来た人とかは 飛行機乗ってどうやっってバスがあたすかラッピングバスが今通ってるんですけどでもそれも予約制なのでゃない人はやっぱりみんなレンタカー結構レンタカーのほうが楽みたいですね皆さんまあそれだけじゃなくてのこともできますねでも今後は沖縄も応援する人を増やさなきゃならないですけどもアウェーの各地でも応援してほしいですよね。 ね、各地の県人会の皆さんもぜひ J2 ですから胸張ってきてほしいし、はいまあね、関東とかそこら辺で応援を仕し切ってくれる他の仲間もいるんでそういう人たちを中心に、まあ、いきなりはねああ難しいですが少しずつ少しずつ増えていけばいいかなと思ってますすそ,そ,そうですねでねももっと増えてほしいんですね。うんうん、でプラスも、えっと、もともとえ 本当じゃなくて都からそう僕は宮古島生まれなんで池きって名前はね中学校から那覇に移ってで上原中学校にあずっとじゃあ那覇ですねはい那覇の町はそうですもう上原の林市場ですあそこら辺は通学路だったんでじゃあ結構遊んだりしてたんですかこの辺結構ねやっぱり上原中って自営業者の あの何家族が多かったみたいで、だからどこどこ商店の息子とか、あ、じゃあその絡みで質問を最後の質問しましょう、ね、最後の質問なんですけれども、うん、えっとヒロにとって町はは何ですか？うーん、なんかホッとする場所。おお、なるほど。うーん、なんかやっぱり町に町が行くと、うん、なんかちょっとリセットされたようななんかホッとしたような。ーう,ーんうんなるほど。 ホッとする場所、ホッとする場所なので、でもやっぱりおお店、観光のもホッとする場所ですよ。<laughs> なるほどね。いろんな意味で、そあ,あそう。いろんな意味でホッとする場所ですね。<laughs> はい。じゃあひろさん最後に一言言いましょうか。このぼ募集ですから、な何が一番伝えたいですか。えっ、ー、と本当に来年 TFC、えー、琉球が J 二昇格決めて、あの本当に皆さんが聞いたようなチームも沖縄にやってきますので。はい ぜひあの、ね、沖縄県のチームなのでぜひ皆さんで応援して、はい、あのスタジアムに足を運んでいただきたいなと思っていいまますす、はい、よろししくお願いします本日の那覇町宝箱のゲストはフットボールカフェカンプの池間宏さんでした。あありりががととううごござざいいまますした A los que nos acompañan en este programa les agradecemos haber compartido este momento con nosotros y los esperamos la próxima semana. Nos, nos vemos. 78.0 ナハマチグッドニュースこのコーナーは街の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーですリスナーの皆様からのグッドニュースも受け付けておりますのりのりさんこんにちははいこんにちは十一月末ですね、ま、今日<つ>明日からシワスなんとなのに半袖ねどうしますこの暑さ <laughs> また急にあああ暑さが戻ったというか。あっし。と明後日ナハマラソンでまたこんな暑い中あるですよね。そうなんですよ。皆さん熱中症には気をつけてください。そんな。はい。出るんでしたっけ今年。出ないですよ。今年は出ないです。来年も出ないですか。じゃあそんなのりさんのグッドニュースお願いします。はいはい。今日はですねその暑さなんですけど私あの今日ここまで来る間になんとポインセチア を見つけましてですね、はい、パレットさんの廊下の方に置かれてあったんですよ、ポインセチアが。はいはあ、もうクリスマスのシーズンだねと思ってであポインセチアってどん,などんな花なんだろう、花言葉と思って、はい、ちょっと今、調べてみたんですよ、熱くな私の心が熱いみたいなそういう花言葉らしくて、はい、しかもあの赤く見えてたのは花じゃなくて。<laughs> あれ葉っぱみたいなんで。知ってた。知ってました。野中が花らしいですよ、皆さん。あの。知らない人は一生懸命。よかったですね。はい。え、熱い思いとかそういうやつ。そうなんです。私の心は熱い。な感じです。うどん食べてるのかな。そういうじゃない。なんで、うつ、うどんなんですか。いや、熱いうどん。あ、そうか。そういうんじゃないですよね。残念ながら違うと思います。では。 <laughs> 今日のグッドニュースのお届け人の紹介をお願いします。はい、はいえー、今日はですね、那覇市牧志駅前星空公民館の福里美奈子さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは。はい、こんにちは。えー、っとですね。はい、福里さんとは、私、今日面識、はい。 なくて電話でのやり取りで出演オファーだったんですよ。<laughs> はじめまして。よろしくお願いします。ますはい、では早速なんですが、はいえー、福里さんのグッドニュースを皆さんにお届けしてください。はい。えっとグッドニュース、えー。今日ですね、とっても天気も良くて気持ちいいなと、はいえー、公民館の<ー>そうですね<ー>ベランダの方にちょっと出たんですね。はいえー、そしたら風が心地よくて。 横を見ると、とても可愛い小鳥が止まってたんですね。はい、あ,あ、こんな都会にも、こんなかわいい鳥が生きてるんだなと思うと。なんだか、とても、えー、素敵な気分になりました。うん、えー、ほ <laughs> っこり。福里さんらしい、えー。ありがとうございます。そんな福里さんは。今。最初に紹介ありました。那覇市牧志駅前星空公民館。はい。 公民館でどんなお仕事をしてるんですか。あ、公民館ですね。え、いろいろ職員いるんですけど、え、はい、私の仕事はプラネタリウム操作技師と言って、<お>プラネタリウムの機械を操作しながら星のお話をする仕事をしています。その素敵な声でいつもプラネタリウムで喋ってくれてる方なんですね。うん、<laughs> ありがとうございます。かっこ今年の1月ぐらいに玉木さんでしたっけ。はい、そうですね。あの田真、はい、も出演させていただいて、はい。はい ありがとうございます。と同僚で一緒にやられてるんです、ね。あ、そうです。二人でですね、あの交代しながら解説して、えー、あの一人が解説してる時には補助で入ったりとかですね。なるほど。いろいろ助け合って頑張ってます。はい。はい、じゃあ、えー、プラネタリウム公民館の中のプラネタリウムでお仕事されてるってことですね。はい、そうです。プラネタリウムははいどんな人が見に行って使、はいます。えっとですね、それがですね、あの一番多いのがえっとまあ プラネタリウム金土日一般投影といって一般のお客様いらっしゃるんですけど、はいはい、沖縄はですね大体家族連れというか幼児から小学生を中心としたお客様が多いんですね。おのお父さん、はい、お母さんが一緒に来るというそうです。そ<ー>、はい、そうなんですね、はい、それ日だ、えー、けど月からは どんな感じですかあ月、火はプラネタリウムお休みなんですけど、はい、私たちのお休みになるんですけれど水木金はあの団体投影といってなるほど保育園、幼稚園、小学校あるいはの学習投影といった学校で来られるとかあ,<ー>あと病院関係の方とかですね、はい、あのいろんな団体の,あの予約の方でプラネタリウムご覧になっていただいています。 大人にとって嬉れしい話をそうです、ね、あの大体、投影している時あの幼児子ども向けに分かりやすいように解説しているつもりなんですけど夕方金曜日の夕方6時半という会は、はい、あの子どもたちが来にくい時間帯大人の方が多いんですね。はいえー、ということで毎週金曜日6時半は大人のためのプラネタリウムを、はい、あの投影しています。 毎月テーマを変えて、はい、えっとですねその時の天文現象だったりあとは星座のお話をいつもより深く最近はあの番組をちょっと抑えて、はい、生解説で40分間やってますこれ普段のおじゃ子供向けファミリー向けというのも40分なんですか<あ>この20分で終わっちゃうえっとですねあの生解説を15分20分ぐらいして番組を え見ていただいて幼児向けは35分間で、はい、それ以外は45分間の投影になっておりますのでじゃあこれはそういう番組は使わずに福、はいえー、雑さんがたっぷりいろんな話をしてくれるとあそうですねあの私とあと玉木ですね、はい、あのそれとあの館長の田畑、はいえー、田畑もかなりとてもですねあの星に詳しくて、えー、私たちの先生なんですけれど、はい、がたまに出演して、えー、と3人で。 えー、<ー>この大人のためのプラネタリウムは、えー、投影することになってます。大人のためって、はいえー、言葉がそんなに砕いてなくて、はい、っていう意味ですか。どあ、どういう意味なの、大人のための。そうですね。あのまずえっ、ー、とあまりあの分かりやすい子ども向けの言い回しではなくて。はい 科学的な話、一歩踏み込んだり、はい、あとはギリシャ神話など、<ー>あの深い話が結構多いんですけど、どそれを少し大人の方が楽しめるような感じでお話しています。はい、ただですね、あの小学生、中学生来てもあの見られないということではなくて、はい、あのどなたでも。 保護者と一緒であれば入場することができますなるほど子供が見ても全然問題のない楽しめるようにはしてますけれど少し内容がちょっといつもよりは難しくなってるかもしれません難しいというかゆっくり話したり言葉の解説を入れないからその分時間を深い話まで持っていけるとですねそうですねその通りですね例えばどんな話なんですね。今月もう今日で最後なんですけれど今月のテーマは 沖縄の星物語ということで<ら>、えー、世界各地にいろんな星座の呼び名とか星の呼び名とか民話があるんですけどここ沖縄でも沖縄でもあの星の呼び名そして民話があります。はい、それれをあの投影ししてましたこれ、はい 世界での日本では呼び名あるじゃないですか何々座とかそれが沖縄は呼び方違うってことなんですか違うのがありますね結構例えばおうし座というこれからの冬よく見える星座があるんですね顔の部分が V の字になっていて星が並んでいるんですけどこれを沖縄では昔もうちょっと伸ばして牛ではなくて馬のちら馬の顔って呼んでたんですねそういったものとかいろんなお話あるのでそれは 例えばお牛座だったら、はい、今それを見ても「いやお牛じゃないでしょ」うとか、はい、え私水亀座なんですけど「はい、水亀座 <laughs> いやそれ水亀座無理あるよ」とか思って、はい。 ちったりもするんですよね。<ー>でもまあ昔の人がそうやって考えたんだから伝わってきたんだなと思うんですが、オブシザがこの部位の形で沖縄の人は馬の顔だったって言ったら、はい、ほぼ似たような感覚で見ていたってことなんですか、ね。そうなんですよね。ねあの動物の名前は違ってても、はい、やっぱり同じように見えたんだなっていうのが面白いと思います。はい、面白いですね。ねはい。素敵。あとじゃあ例えば12月や1月はどんな企画があります？はい。えっと12月はですね。えっと 12月の14日に双子座流星群が極大を迎えるんですね、はい、え流れ星がたくさん見られるということなんですけど、えー、えそれにちなんでほうき星と流れ星というのを投影しますぜひ流れ星を見る前にまた見た後にですね、えー、流れ星がたくさん流れる日っていうのは どんなふうにしてて流れてるのかとかとですね<ー>一体流れ星の正体は何なのかっていうのを知ってみていただくと楽しいんじゃないかなと科学的な解説も入ってくるかです、ね、そうですね<ー>科学的な解説がちょっと多いかもしれません、はいえー、楽しみじゃあ1月は 1>, ?1 月はですね、えー、年の初めということで、はいえー、今年1年間の来年なんですけど来年1年間の天文現象について、えー 企画を組もうと,うとじゃあ1月に見に行ったら、はいえー、その年2019年1年間あこんなのあんだなってあ、はい、空をど,どのタイミングで見ときゃいいかっていうのが分かるということですねそうです。おすすめの天文現象をですねいろいろお調べしてこの月にはこれを見たらいいですよっていうのをちょっと案内しようと思ってます。ノルさんどうですか星は 全全然全く興味がないんですけどもでもですね、はい、なんか福里さんの,この話とかちょっと声とかちょっと心地よくて、はい。はい 見ててみようかなっ思いましたさんこれからどんどん勧誘してねなんかもうちょっとショックです私地面ばっかり見てたんだなって下向いてばっかり歩いたつかなねもう本当にもう寂しい人生ですね本当にこの間なんかすごい面白いの見ました聞きましたはいなんか寝ちゃうそうですあのプラネタリウムですね なるほど先日日プラネタリウムのネタを寝ちゃうのネタになの普んプラネタリウムでちょっと眠くなるとかですね寝ちゃったとおっしゃる方多いんですけど、はい、もう思う存分寝ていただこうとで解説者3名で、はいえー、頑張りました。 どうなんですか解説者の人が話してるのに方や、はいはい、寝てるってどんな気持ちなんですか。えっとまあ、い,いかなって私は思うんですけど、<ー>でもやっぱりあのどうせならば綺麗な星見てお話も聞いていただけたら一番いいなと思うんですね。うん、でもこの日だけは何とか寝かしちゃおうみたいなのがありますね。<ー><や>わざとゆっくり喋るとかそうですそうです。<ー>で3回やったんですけれど、1回目はあの1月登場した玉木が、はい、あの。うん 音楽で導く瞑想的なな眠りだったかなそんな感じで<う>あの最初体操までさせてですね<ー> <laughs> それからあの瞑想の音楽を流して間を置きながらも上手に投影してましたね、はい、でそれしてえ皆さん結構ぐっすり眠っていたようであと3回目が館長の田畑だったんですけど、はい、ひたすら流れ星を流すとか言ってたんですけど <laughs> あの映像流れ星とかですねあのいろんなあの天体写真を撮ってるのでそれを見せて。 解説しながらとっても優しい語り口で<ー>もう眠る率一番高かかったかなと思いますう、はい、こういう年間を通したいろんなイ,イベントされてるじゃないですか、はい、それはホームページとかどこで情報を見ればいいんで星空公民館のホームページなんですけど、はい、あの検索サイトで星空公民館プラネタリウム と検索するとだいたい上から二番目ぐらいにあります。そこを見ていただいて。星空はひらがなでしたよね。あ、<空>そうです。星空ひらがなで公民館プラネタリウムです。はい。はい、楽しみだな。 そんな福ささんはどこの出身の方なんですか。あ、私はですね、あの那覇市のオロクの大峰のふ民中になります。はい。うる中じゃなくてそうじゃないです、ね。オロクの中のふ民中です <laughs> このエリアのなんかちっちゃい頃思い出あります？あ、この辺ですね。はい、えっとですね、やっぱり那覇に買い物に行くよってもとっても楽しみにして、はい、バスに乗ってあるいはタクシーに乗って家族であのめったに来れなかったのであの那覇に来たらいつも楽しかったです。はい またあの高校の時は那覇高校だったので、はい、あの学校帰りとか友達と国際通りお金ないのでただ行ったり来たりしたりとか本屋さんで23時間立ち読みしたりとかもうとてもあの思い出深い場所になっています。今はこのどこかから はい、お住まいのところから職場まではどんな交通手段で行かれていますか今はです、ね、やっぱりモノレールモノレールをとっても便利なんですね、はい、あの牧師駅からあの星空公民館まで渡り廊下があって、雨に濡れないですよね、暑くてもちょっと木陰になってますよね、はい、そうですまたあのこの渡り廊下から下の方を見ると、ですね、はい、浅戸川がきれいに流れてるんですね、はい、朝早く通ると太陽の光が当たって、キラキラって見えますし、はい、たまに亀さんも泳いでます。へ サメもいるそうです。ああ、そうじゃあ、草さんは昼間は朝とかを見て、夜は天の顔を見るという。すごい。すごい。そうです。ロマンチスト。でも、ユイレールで、とっても行きやすい場所っていうのは。ありがたいことというか。本当ですね。メリットというか、便利です。なので、あの。 えー、沖縄に来てそのまま空港から牧師駅来て、はい、プラネタリウムご覧になる方も日帰りで見て帰る方もいらっしゃいますいいな日帰りでいい,いいですねいいスポットだ、はい、いいスポットですよじゃあ もう一回、えー、最後に大人のためのプラネタリウムをご案内いただきましょうか。はい、あ、はい。えっと毎週金曜日6時。毎週金曜日あるんですね。ただしあの公民館はですね祝日はお休みになるのと、はい、月に一度の特別無料トイ特別無料トイっていうのがあって、はい、その時は大人のためのプラネタリウムはお休みになります。はい、あともう一つ、はい、えっと今度はですねあの玉木がですね特別無料トイ12月担当。はい、一月に一度のどなたでも 無料で見られる特別無料投影、はい、え、今度はですね。クリスマスにちなんで星もきらめくクリスマス通りーーということで、えー、これは申し込みも必要ございません。えー、投影開始30分前からチケット、えー、お配りします。これ、はい、無料投影ってことは普段の有料はおいくらぐらいなんでしょうかえ。安いですよ。大人200円で、はい、那覇市内の小中学生は無料。市外は100円で、幼児はどなたでも無料になってます。 安いし、憩いの場ですね。デートでもいいし。あ、いいですね。ぜひ。変なおじさんが四五人だと、ちょっと気持ち悪い。まあ、そろそろでいいですよね。いいと思いますよ。思います。はい。ぜひ、皆さん。星空公民館に行ってほしいと思います。よろしくお願い。ありがとうございます。本日のグッドニュースのお届け人は、那覇市牧志。星空公民館福里。 美奈子さんでした。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。 はい、ここで那覇市那覇町振興会りのご案内です。のりのりさんお願いします。はい、那覇町振興課からは3つお届けします。1つ目第34回那覇マラソンの開催についてです。はい、太陽と海とジョガーの祭典那覇マラソンが。 12月2日日曜日に開催されます今年も3万人のジョガーがエントリーしてまあ県外国外からも1万人を超えるジョガーが参加しますで、沖縄本島南部一帯を駆け抜けるジョガーの皆さんに温かいご声円をおかけいただきますよよろしくお願いします、はい、で、マラソンコースとなっている道路では、えー、時間によっては交通規制がはいかかります町側エリアでもですね、国際通りが該当しておりますので交通規制の詳細については那覇マラソン本部 那覇マラソンホームページを参照ください皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いしますで、ちなみに、はい、今年のスターターは誰かわかりますかい,いえすみませんあーノーマークでノーマーク沖縄の、はい はい、今年4月にプロツアー初優勝を飾り<お>沖縄のヒロインとして期待されるプロゴルファー荒垣ひな選手だそうですしい新垣選手の活躍にあやかって女川の皆さんも頑張ってください。 走られる方頑張ってください応援する方一緒に応援盛り上げていきましょうよろしくお願いしますい、はい、続いて、はい、続きまして中心市街地のイベント情報についてです、はい、12月8日土曜日と、えー、9日日曜日にかけてですね中心市街地ではさまざまなイベントが開催されます国際通りのサイオンスクエア前の交通広場ではですねサイオン橋通り商店街主催のサイオン2018ありがとうミュージックフェアが 8日の土曜日と9日日曜日の2日間12時から7時まで開催されます。このミュージックフェアとですね連携して国内外からのおしゃれな雑貨が揃う2018南の島の蚤の,の市マルクト市も同時開催するそうです。はい、あとサン,サンライズ通りではですね毎月恒例のサンライズマーケットが12月9日日曜日10時から4時まで12月9日なんです、ね、はい9日ですね、はい、開催します。あと沖江通りさんも おありますね、はい、ありますね沖江通り商店街しこぐみ屋さん主催のですね沖江ストリートクラシッククラシックス2018が12月8日土曜日から12日水曜日の5日間開催するそうです、えー、都市の瀬に向けて街がエリアも活気にあふれておりますぜひこの機会にお越しいただければと思いますはい、はいえー、沖江クラシックスは今回通り ドキ金だったりドコモショップだったりジュンク堂だったりこのアイフルの中でもやりますね。<ー>えあるのでぜひコートドールさんでもあるんですけれども基本無料でクラシック聴けますんで初日は那覇高校の吹奏楽部の方もジュンク堂の前で演奏してくれたりします。ぜひぜひ皆さんご来場お願いいたします。はい。はい。は <laughs> 続きまして、町中商店街再生プロジェクト意見交換会のご案内についてです。はい、12月10日月曜日、1時半から3時までなんですが那覇、えー、平,日平日になります、えー、那覇小人塾にてま中商店街再生計画に向けた道路空間を活用した取り組みなどの講演会と意見交換会を開催いたします。 1> 第1部はです、ね、エ,ントリーエリアマネジメントやパブリックスペース利活用や、えー、規制緩和制度などに精通した東京大学先端科学技術研究センター助教 <laughs> 泉山るい先生。 の講演会となっておりますすいませんなんかつまりつまりではい。で2部ではですね現状の商店街の課題や道路を活用したイベントに関する意見交換会も開催いたしますぜひ興味のある方はご参加のほどよろしくお願いします、えー、参加希望される場合はですね那覇市の那覇町振興課までお問い合わせよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい以上ですはいありがとうございますじゃあのりさんお便り行ってみますか 久しぶりですよね久しぶりです、ね、ブラッキーさんから来てますねあ、そうですねブラッキ、えーラジオネームブラッキーさんオレンジマンさん、アメリアさん、ノリノリさんこんにちはこんにちはあ、すいません、はい、北海道のブラッキーです <laughs> YouTube で聞いています、はい、こっちは雪が降っています<ー>沖縄暖かいんでしょうね来年3月旅行に行きます那覇と女村に泊まりますその時って泳げますかそうです 3>, 3月泳げますか えー、泳げないんじゃないですか北海道から来た人ならして泳げるような気がすするんですよ、ね、そうですか、はい、そんな肌感覚昔、受験で私さ北海道出身なんですけど琉球大学受けに来たメンバーが受験の時俺たちだけだけど泳いだぜなんて言ってましたね。 っていう肌感覚でもう夏なんですよね向こうから来た人にとってこっちの人は寒いからちょっとね寒いですしそもそも沖縄の人ってあまり水着で泳がないですからか T シャツ短パンですからね、うん、なんかそんな海水浴って感じはしませんね泳げるかもしれませんが、えー、海開きはまだしてないところもあるので気をつけてはい、はい、ホテルのプールなんかはもちろん泳ぎますんで、うん、楽しんでいただきたいと思いますはい、はい のさんはいはい今年終わっちゃうんですけれども今年中にやらなきゃならないこともう終わりました全部終わってないんですよ、はい、この前もちょっと話したんですけど、はい、あ時間大丈夫かな <laughs> 私,もう私も去年も5キロ痩せるって話したのに全然クリアしてないんですよどうしましょうれ,それ今年ですか去年です今年今年5キロ痩せるって話そう今年新年新年早々のなん、はい、ていうんですか痩せました ですよね。これ T シャツ S なんですけど、借り物です。<laughs> すいません。ピチピチですいません。ラジオの人はわからないと思うんで、YouTube 見てください。今回は… S, S のサイズののりさんの姿が見られます、はい、ありがとうございます <laughs>、はい、はい。モノレールにはもモノレールの曲が今流れておりますぜひぜひモノレールに乗ったら先ほどの星空公民館は牧師駅なんですけれどもここの FM 那覇のスタジオは三重橋駅で降りてください、えー、駅で降りてすぐ前の沖江通りを挟んで向かい側に FM 那覇のスタジオがありますのでどの番組も見学自由です見学した後はぜひ町側に出てお買い物をお楽しみいただきたいと思いますそれではそろそろお別れの時間です大丈夫ですかはい大丈夫ですあとじゃあ一月で五キロはリバウンドありそうですよねはい頑張ってみますわはい。それではそろそろお別れの時間です町側魅力再発見那覇町ファンクラブ この番組は那覇町川連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、それではまた来週。来週。一か月頑張ります。<laughs>